ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、セイヤたちは7つのオーディーン・サファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリューだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。やつもゴッドウォーリアなら守護石であるオーディン・サファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオとのフェンリル。ドラゴンのセイントシリューだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨み、たっぷり晴らしてやるぞ。このシリュウ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。ノーザングロケン。少しはやるようだな。だが俺はゴッドウォーリアだ。アリオとのフェンリルだ。お前を皮一枚残して、この表現にさらしてくれるわ。終わりかんずか。今だけまた俺を襲わせるつもりか。お前ごとき俺一人でこと足りる。ギングはお前が息絶えるのを待っているのだ。素早くやつを捕らえる。そうたやすく捕らえられるものではない。チャンスがあるとしたら一生ギングは腹が減ったら、もうすぐ決着をつけてやる。最も味は保証しないだろう。いや、南の太陽を十分に浴びてるから、うまいかもしれんぞ。ノザン、よいしょ。フェンリルの剣がまるで見えない。超えろ、昇竜の子だ。ノザン、昇竜。今そう喉の音をかっきってやるぞ。どうだフェンリル、ロザンの大爆発さえ逆襲させる。このシリュウの剣の味は。ロザン優勝。なんとか取り式のオーディン・サファイアだ。せいやたち、ヒルダ様に誓って、アテナのセイントは一人たりともいかしてアスガルドを晒せはしない。ウィナー、ウルフ・クルエルティ・クローの味はどうだ。シリュウ、シリュウ、どうしたのです？諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。セイントとしての務めを果たす。ファイト。ノーザン軍の剣。主が守られたこの命、アテナのために生かさねばならない命だ。こんな泥を取られるわけにはいかない。この周囲の静かに取り巻く世界はこの一撃で決める。また俺を襲わせるつもりか。お前ごとき俺一人でこと足りる。リングはお前が生きているのを待っているのだ。この男は素早く野生的な動き、そうたやすく捉えられるものではない。チャンスがあるとしたら。リングよ、腹が減っただろう。もうすぐ決着をつけて。昇竜で。ノーザン、昇竜。もっとも味は保証しないがな。いや、南の太陽を自由に浴びてるから、うまいかもしれんぞ。強いな。だが、負けるわけにはいかん。このままおとなしくしていれば、この激痛の地獄から解放されたものを。この目、フェンリルの剣がまるで見えない。ウルフ・クルエルティ・クロー。どうだ、ウルフ・クルエルティ・クローの威力は。次はその一撃で決める。切ってやるぞ。英雄、ウィナー。
この最強の剣と盾の前に敵はない。こんなことでは竜の名折れだ。ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、セイヤたちは7つのオーディーンサファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリュウだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。奴もゴッドウォーリアなら守護石であるオーディンサファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオトのフェンリル。ドラゴンのセイントシリュウだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨みたっぷり晴らしてやるぞ。このシリュウ、永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト！ノーザングロケン！少しはやるようだな。だが俺はゴッドウォーリア、ノザンシオリオフェンリルだ。お前を皮一枚残してこの表現にさらしてくれる。この執念が今かかるわ。オオカマ、また俺を襲わせるつもりか。お前ごとき俺一人でこと足りる。リングはお前が息絶えるのを待っているのだ。素早く野生的な動き、そうたやすく捉えられるものではない。チャンスがあるしか一瞬取り仕組むことリングよ、腹が減っただろう。もうすぐ決着をつけてやる。最も味は保証しないが、いや、南の太陽を十分に浴びてるから。うまいかもしれない。ブルックルーティーエンデルの剣がまるで見えない。燃えろ勝利のごとく。ウルフクルエルティークローの威力、次はその喉笛をかき切ってやるぞ。ロザン優勝。負けるわけにはいかない。このままおとなしくしていれば、この激痛の地獄から解放されたものを。ノーザンクロー、ウルフィナー、ウルフクルエルティークローの味はどうだ。シリュウ、シリュウ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。セイントとしての務めを果たす。ファイト！ウルフクルエルティークロー！シュラに守られている命、アテナのために生かさねばならない命だ。こんなところでやられるわけにはいかない。優勝！ローザン軍老剣！ウルフクルエルティークロー！ゼアー！取り式のことで、この周囲を静かに取り巻く気配は、後悔か？俺を襲わせるつもりか？お前ごとき俺一人でこと足りる。昇竜のこと。ボザン昇竜。お命燃え尽きようとも。どうだフェンリル、ロザンの大爆風さえ逆流させる。ロザンこの昇竜剣の味は。ロザン強い勇者。負けるわけにはいかない。このままおとなしくしていれば。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディーンサファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石である
オーディン・サファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディン・サファイアを揃えぬ限り、邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと。わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限り、この地上に迫った危機を救えないのだ。テンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、銀河が人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間を、仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリュ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。お前のオーディン・サファイアを手に入れるまで、たとえこの身で引き裂かれよう、引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。何の、この地上に人類に迫った危機を救うため。これ好きなこと。汚れた人間など滅ぶ方が地上のためなのだ。アテナと共にアスガルドの塵とかすがい。なんだこのコスモ。何の、ヒルダ様のものともまた違った。俺には常にアテナが、そして友がついていてくれるのだ。黙れシリュー。人間など信じる俺と、人間どもを信じるお前との一騎打ちだ。哀れな。何、アスガルドのゴッドウォーリアとはそれほど女々しいものなのか。確かに。そこまで心が歪んでしまった。黙れ、お前たちに俺の気持ちなど分かってたまるか。よく分かる。何よ、笛を隠してやがって。任せよ。ウルフエルティークロー。俺たちブロンズセイントとて全員みなしごなのだ。フェンリル、俺たちもお前と同じみなしごだ。だが泣き言一つ言わず、その運命に臆することなく立ち向かっているんだ。ノーザン軍老犬、俺たちは一人じゃないからだ。苦しい喜びを共に分かち合える仲間が、友がいるから。お前にだけは負けるわけにはいかない。世を捨て何も多くも引きずっている。お前にだけは。これ好きの下がれ狼よ。もはやお前たちの出るわけじゃない。ノーザン軍老犬、安心しろ。弱い者を吠えるのに。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。修行を一からやり直さねば。バカな銀河。
今度生まれてくる時は親の愛と友の情けと人の真心を十二分に味わうんだぞ。地方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこにはヒルダの忠実な戦士である7人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのはヒルダに最も忠誠心厚き男、ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。お前は人呼んで北欧の荒くれ馬、ベータ星メラクのハーゲン。待っていたぞ氷河。フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め、このハーゲンが成敗してくれる。何、フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせたお前の罪、死してもあまりある。ヒルダ様に代わってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。偉そうに。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト！ユニバース！なんて攻撃的な戦術だ。アリス、ゴールドセントに勝るとも劣るな。アリス、このハーゲンと何秒相対していられるかな。なんだハーゲンを後悔先に立たせている言葉をお前に送ってやろう。なんだ俺に狙いをつけられて無事に生きながらえたやつは残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者な奴だぜ。この程度か。お前のオーディーンサファイアはこの氷河がいただく。何、オーディーンサファイアだ。地上で止めるんだ。そしてヒルダを救うためにはそうするしかないんだ。これ以上フレアに悲しい思いをさせたくない。発動よダイヤモンドダスト。陶器の勝負で負けるわけにはいかんのでな。何のオーロラサンダー。バカだ。これほどの強さと俺と出会った不幸を呪うがいい。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんとは。氷河、俺のオーディーンサファイアが欲しければ腕ずくで取ってみろ。待て、逃げるのか。こんなところに、こんな場所が。ハーゲンのやつどこだ。待っていたぞキグナス。雪と氷のアスガルドに唯一残されたこの灼熱地獄がお前の死に場所だ。ハーゲン、俺の話を聞け。お前は俺がフレアを連れ去ったと思い込んでいるようだな。それは違う。フレアがワルハラ宮から出たのは彼女自身の意志だ。まさかアスガルドに起こった異変を探るべく潜入した俺はあえて囚われの身となり牢獄につながれていた。そこで制裁を受けていた俺をフレアが救い出してくれたのだ。デタラメを抜かすな。あのお優しいフレア様が自分の意志でヒルダ様を裏切るなど。デタラメではありません。フレア様、こんなところにいたんだね氷河。キキ、お前はテレポーテーションでフレアを。うん、二人の戦いを止めたいって聞かなくてさ。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。
全ては左手にはめられたニーベルンゲンリングによるもの。お願い、お姉様を助けるためにあなたの力を貸して。フレア様、あれほど仲のよろしかったヒルダ様に対してそのお言葉はあまりにも無体な。それほどその男にかわいそうなフレア様。ハーゲン、違うのです。幼い頃から私たちに仕えてきたあなたなら私の気持ちを分かってもらえるはずです。あなたは氷河にたぶらかされているのです。俺たちをあまねく陽光を降り注ぐ地に導いてくださるというヒルダ様の御心にベータ星メラクのハーゲンは準じる覚悟です。それはお姉様の言葉ではないのです。ハーゲン、ハーゲン、フレアの言う通りなんだぞ。黙れ、全ての元凶は氷河、お前なのだ。お姉ちゃん下がって、二人の戦いに巻き込まれるよ。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。はいと。ヒルダ様もさぞ同じ気のことだ。バリスに値する男よ。違う、ヒルダは地上に脅威をもたらす邪悪の戦いを仕掛けてきた超本人なのだ。マナーホザッカー。それにしてもなんという熱気だ。ここは常に常識を超えた本土なのだ。波の人間なら5分で息が詰まる。ダイヤモンドガッツォー。シベリア育ちのお前にはこの暑さは答えるだろう。どうしたヒョウガ、ずいぶん暑さに参っているようだな。お前もアスガルド育ちだ。それどうして。俺は幼い頃からここで修行してきた。一日でも一週間でもここにこもっていられるのだ。お前が倒れるまでいくらでも付き合ってやるぞ。ハリスを、あなたの剣を手に収めてきた。あなたのために剣を磨いてきたのではないでしょ。果実の姉のヒルダ様を信じずにまだ氷河などの言葉に。オーロラサンダーアタック。降りつく。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。フレア様。ハーゲン、私を信じて。フレア様、どいてください。どきません。ヒョウガ、俺はお前が心底に憎いぜ。やめろハーゲン。俺はヒルダ様のゴッドウォーリアーだ。フレア様、どいてください。どきません。まず私を撃ちなさい。フレア様。フレア様、ヒルダ様のために死んでください。グレートアーデッドプレッシャー。フレア様。お姉ちゃん、ヒョウガ大丈夫。ヒョウガ、これが最後だ。ハーゲン、フレアの思いを無にしたお前の罪、死してもなお余りあるぞ。何を呼釈だ。はあ、俺のコスモよ、限界まで燃え上がれ。はあ、グレートアーデントプレッシャー。オーロラエクスキューション。なに。うわあ、フレア様。
姉ちゃん。キキ、虚しい戦いだな。それぞれに分かれ、ゴッドウォーリアたちを迎え撃ちながら進む聖夜たち。シュンもまた雪に埋もれた廃墟を通り抜け、ワルハラ宮を目指していたが、どこからともなく流れてきた盾ごとの音色に足を止めるのだった。なんて美しい曲なんだ。美しく、それでいて悲しい。誰かいるんだろうか。でも僕のチェーンはまるで動かない。私の曲が気に入ってくれたようだね、アンドロメダ。あなたは？エータ星ベネトナーシュのミーメ。この曲は君のためのレクイエム、いわば死の序曲というわけだ。ベネトナーシュのミーメ。私には君の心が手に取るようにわかる。君は戦いを好む男ではないらしい。だが一つだけ忠告してあげよう。その優しさが今に必ず自らの墓穴を掘ることになると。残念だけど、僕にはアテナを救い、この地上を守るという役目がある。その目的を果たすまで死ぬわけにはいかない。もしあなたが邪魔をするというなら、戦うまでだ。メデュラチェーン！僕のチェーンが戸惑っている。そんなはずは。気がつかないのか、アンドロメダ。君のチェーンは殺気を感じた相手には敏感に反応し、強力な武器となる。だが必ずしも相手が殺気をみなぎらせているとは限らない。このミーメのように。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。私には君の心が手に取るようにわかる。はいっと。君はもう逃げられない。ミーメには殺気などみじんもない。ストリングレクイエム。深い悲しみに満ちたコスモスが感じる。所詮君にはこの私は倒せない。君のチェーンが示すように、そんな攻撃では君自身が戦いの向こうになるのだ。ガタウェブ、ガタウェブ、ストリングレクイエム。アンドロメ、この地上はそれほどまでして守るのが大切なものか。君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。この人はやはり違う。今まで戦ってきた相手とは全く違う。まるで僕の心の中を見透かされているようだ。そんな攻撃だ。ここだ。やっ、乗れ。レギュラチェーン。なぜこれほどまでに強力な剣を放つミーメに殺気を感じないんだ。まさか。そうか、盾元を調べる。僕の神経を剣幕し、自らの殺意を消してしまっているのだ。よくぞ見破った。そんな攻撃では。それだけじゃない。チェーンが反応しないのは盾元の幻覚だけが理由じゃない。僕を甘く見ないことだ。みんな本当に敵を憎まずして倒せるとでも思っているのか。甘いぞ。そんなことが可能なのは実力に数段の差がある場合だけなのに。黙れ。必ずあなたを捕らえてみせる。抜けチェーンよ。ネビラチェーン。この私の全力を持って君を攻撃する。ミーメ、あなたはなぜ戦うんだ。あなたも本当は僕と同じように戦いを望んでいないんじゃないのか。何よバカな。君はそこまで傷ついたのは一体何のせいだというのだ。サオリさん、シリュウ、ヨウガ、なぜ、なぜ誰も答えてくれないの。僕たちの戦いは一体。なるほど。君が戦いをやめることができるの、そんな攻撃では君は死んだ時しかない。そんな攻撃では。ストリンガーレクイエム、ストリンガーレクイエム。君はもう逃げられない。君はもう逃げられない。
トリンガー、めくりよ。僕を甘く見ないことだ。えっ、スタンダー、君はもう逃げられない。許さない。いや、ここだ。フラッシュマン、ウィナー。私の剣の前に鉄壁の防御など存在しない。シュン、シュン、どうしたのです？諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたは希望、この地上に生きる。今こそ本当の僕の力を見せてやる。やファイト、ストリンガー。僕だけがこんなところで倒れるわけにはいかない。兄さん、僕に力を。無駄だよ、許さない。無駄だよ。レギュラチェーン。君はもう逃げられない。許さない。無駄だよ。サンダー、ここだ。そんな攻撃では君はもう逃げられない。トリンガー、レクリオ、レギュラチェン。レギュラチェン。アンドロメダ、この地上はそれほどまでして守るに値するものか。君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。この人はやはり違う。今まで戦ってきた相手とは全く違う。まるで僕の心の中を見透かされているような。なぜこれほどまでに強力な剣を放つ2名に殺気を感じないんだ。まさか、そうか。念のため調べる。僕の神経を幻惑し自らの殺意も消してしまっているのだ。よくぞ見破った。それだけじゃない。チェーンが反応しないのは盾ごとの幻覚だけが理由じゃない。君は本当に敵を憎まずして倒せることでも思っているのか。甘いぞ。そんなことが可能なのは実力に数段の差がある場合だけなんだ。黙れ。必ずあなたを捕らえてみせる。行け、チェーンよ。君はもうレギュラーチェーン。あなたはなぜ戦うんだ。あなたも本当は僕と同じように戦いを望んでいないんじゃないのか。何よバカな。君がそこまで傷ついたのは一体誰のせいだと思うんだ。ここだ。僕を甘く見ないことだ。レギュラーチェーン。ウィナー、僕の力だけではここまで来れなかった。これでいいんだ。ミーメ、あなたは心の底では人を傷つけたりしたくない。戦いを望んでなんかいないんじゃないか。ただあなた自身気づいていないだけかもしれない。言い残すことはそれだけか。ならばこれで終わりだ。さらばだアンドロメダ。誰だ。フェニックス一騎。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。ミー、シュンの言った通り、お前の剣は何か違う。剣そのものは強力な殺人剣であって、なぜかお前のコスモの底から殺気を感じない。私から殺気を感じないだと？私は自らの剣によって我が父を殺した男なのだぞ。なんだと？私の父フォルケルはアスガルド一の勇者と称えられていた。だが私は幼い頃より一度も愛情を受けたことはなく、それどころか厳しい訓練で日々責められ、孤独だけが友だった。
だが私はある日知ってしまったのだ。かつてアスガルドが隣国との戦いに巻き込まれた時、ホルケルがある戦士と戦い、傷ついた夫をかばおうとした妻をも情け容赦なく殺してしまったことを、このニーメの実の父と母を、ホルケルを殺しても私の憎しみは消えることはなかった。ますます燃えたぎる憎悪を自らの剣に託し、戦いのみに生きてきたのだ。それでも君は私から殺気を感じないというのか、フェニックス。似ているな、昔の俺に。何？俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣アテナにすら向けたことがあった。だがその時は俺自身にもわからなかったが、心の底では何かに飢えていた。何かを愛し信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。ふん、よまいことを。お前はそれを認めたくないだけなのだ。それ以上喋るな。この線を越えると死ぬぞ。私には君の心が手に取るようにわかる。ファイト！ストリンガー・レクイエム！初めてお前から殺しようか。それほどまでにこの俺が憎いか。だが万が一この俺を倒したところ、その憎しみが消えるわけではない。ミーノ、お前自身が一番よくわかっているはずだ。何？お前が本当に憎んでいるのはこの俺では、まして父フォルケルでもない。愛する父を殺してしまった自分自身なのだ。黙れ、勝手な想像はやめろ。ミーノ、潔く自らの罪を認め、あの世の父に詫びよ。そして祖国アスガルドを救うためにこそ戦え。それがお前の父オルケルの望みではなかったのか。黙れ、黙れと言っているのが聞こえないのか。フェニックス、君という男のどこにそんな力が。いかにお前が殺気に満ち溢れよう、必ずお前のコスモが高まったことにはならない。しまして自らの心を偽ろうとする卑怯者の剣などでこのフェニックスは倒せん。フェニックス剣幕。君が不死鳥ならば、私が狙った獲物は必ず射落とす必殺の狩人。君を地獄へ送る闘争曲レクイエムを奏でてやるとしよう。ストリンガーレクイエム。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。本気を出すべきだったか。フェニックス幻魔剣。なるほど、これが幻魔剣か。私の盾ごとの調べと同じく幻覚作用を持つわけだな。だが私はこんなものにごまかされはしない。一つだけ言っておくに、それは幻覚などではない。お前の心の底に眠る確かな記憶だ。何？ではホルケルは父や母を見逃そうとして父に襲われ、やむなく殺すしかなかったというのか。嘘だ、やめろやめろ。バカな、こんなことが万一本当だとしたら、私は今まで一体私としたことは。お前は愛する父を自分の手で殺した罪を恐れるあまり、父を憎もうとしているのに過ぎないのだ。だがお前は心の底で今でも父を慕い、愛しているのだ。ひょっとしてホルケルはこのミーメがゴッドウォリアとしての宿命を持っていたことを悟っていたのか。そのためにあのような厳しい訓練を私に、この私に
愛する祖国アスガルドを託してならば。フェニックスよ、君の言うことが本当かどうか確かめてみたくなった。ミーメから殺気が消えた。でも前よりもさらに強大なコスモを感じる。憎悪を失せて代わりに凄まじい気迫と闘志に満ち溢れている。よかろう、来い、メイメよ、チェーッ。父さん、ミーメは間もなくあなたのそばに行きます。私はゴッドウォリアーとしてあなたの意志を継ぐことはできませんでした。しかしこのフェニックスたちが必ずアスガルドを、この地上を守ってくれるでしょう。頼んだぞ、フェニックス、そしてアンドロメダ。オーディン・サファイア。シュン、聖夜たちが待っているはずだ。俺に構わず先へ進め。でも行くんだシュン。中二中の時にも約束したはずだぞ。何が起ころうと俺たちは決して後ろは振り返らんぞと。うん。